はい、はい、いいえ、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。わっ、帰ってきたからね、やっぱね。ただいまだ。一回しか来てねえ。いや、多いね。お迎えしました。ただいま。してへん。ただいま。ただいま。あははは、ちゃうね。いや、多いね。おばあちゃん家来たみたい。おばあちゃん家来たみたい。いや、多いの。机に置くな。荷物多いね。あ、泊まる気。どうしようかな。どうしようかな。泊まりじゃなくて。泊って話で。いや、してん。今日ここで肝試しちゃったんです。失礼やろ。出るって。出そうだな。先輩一人だけアイス食ってんの。何アイス食ってんの。羨ましい。あ、なしで。え、ほんとに食べた。え、え、お店食べて。ゆかちゃん取れた。エロすぎるやん。エロすぎんねん。エッチすぎんねん。エッチやねん。何してるんすか。あー、暑い。いや、エッチやから。それあんまエッチだから。エッチ。座ろっか。座ろっか。いや、俺が言うんですよ。俺が言うのよ。あ、ぶちゃん座って。いや、俺が言うんや、それ。あの、なんか。何ですか。おばちゃん、はい、新潟行ってましたよ。あ、新潟、あ、見た。かなり、うん、新潟行ってたの見たんで、うん、あ、はい、なんかあの行きましたね。うん、うちらに絶対お土産とかあるだろう。確かにあるよ。だってさ、あんだけ仲良くみんなでね、そうだよね、もらってさ、うんうん、か普通に思い浮かぶね。思い浮かぶ。あの子たち買おうって言って、うん、あの子たちに買おうって、うん、絶対なるな。うちらだったら買っていくもんね。絶対買っていく。もうその関係で。あります。はい、イエーイ。なんだろう、なんだろう、ね、なんだろう、はい、はい、本当にすごい、はい、おいしい。ちょうど、あ、ここ、ここに、あ、ここに、あら、あ、はい、あ、え、まあ、お酒、牛乳、酒じゃない。お、お酒です。お酒、お酒、嬉しい。じゃあ、愛してる。はい、あ、すいません。いやいや、これ 4人ずつで分けるってこと。いや、そんなわけないよね。そんなわけない。はい、あ、え、あれ、ある、あ、あるのか。もっとお土産なの。新潟、これなくない。これ新潟で買ったんですか。そうです、そうです。あとは、あとは、あとは、まあ、え、なんか何、なんか出てきた。あ、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 新潟の花火。はいはい。え、これダイソーじゃないの？ダイソーじゃない。ダイソーじゃない。ギリ7個になったけど。はいはい。いや、ギリというか、まあまあ、真っ当にね。真っ当なんだけど。はい。何してんねん。何してんねん、さ。ライター持ってたなと思って。いや、やらんでええわ。やらんでええわ。いけるかちゃうのよ。一番印象悪い。2個しかないってことですか？そっか。いやいや、まあまあ。2個というかね、まあ、お、大当たりの2個ですよね。めちゃくちゃ美味しそうだよ。え、これ欲しい。うん、お酒欲しい。お酒がいいの。いや、エッチすぎるって。いや、ゆかちゃん、つけます。はい、どこにつけんの。何につけんの。どこにつけんの。つけんのだって。やるのだって、つけんのだって。エッチ飲み会は、エッチ飲み会、エッチ飲み会、エッチ飲み会。これもいいんですかね、八海さんの。八海さん、すごい、本当に可愛い、素晴らしい。しかもこれめっちゃすんのよ、これ。え、心配じゃない。これ、いや、これお土産じゃないの。これめっちゃ高いの。これ高いんだ。ちなみに値段聞いても大丈夫ですか。いや、これ多分2万弱。やばい、やばい、やったって。メルカリが売れる。飲めや、せめて。一旦さ、どれ欲しいか一回言って。あ、確かに。あ、そうか。お酒飲めないとかも。なんかちょっと、まあ一応。はい。せーの。俺のやつおる。俺のやつおる。お母ちゃんが。俺のやつおる。え、みんなでこれなの。みんなこれや。これでいいや。これでいいや。じゃあ、私はちゃんとお母ちゃんが買ってきてくれたやつをもらいたい。え、でもこれもこれもだよ。いや、買ってきてないのよ。
お土産でも。お土産じゃない。一人なんかええやつ。めっちゃええ。普通に一人いいやつ。なんでそれ。そうなってきたら。そっち欲しいなったの。こっちなったよね。ええやつ。これ争奪戦になってるから。これ、そう。何何し。なんでブドウ持ち歩くの。持ち歩きや。そう、買ったとかじゃなくて、いいじゃんな、持ち歩いてるやん。ジッパーに冷蔵庫入ってるから。しかも今ジッ…え、キンキン、キンキン、美味しいよ。どこがキンキンやん。ぬるぬるやし、ぬるぬるやし、1時間で、ぬるぬるやし、1時間でぬるぬるやし、あのジッパー閉じてた、閉じてた、確かにちょっと開いてたんだね。開いてる、フォースしないと。なんで、なんで割ってきたの。えぇ、ジッパー閉じてた、開いてた。そう、だからこれと、わあ、なんかこれで農家大さめ、このブドウは確かにこれめちゃくちゃ美味しい。種ない。これとはどう、ドラゴンボールの T シャツと美味しい。日本酒どう、めちゃくちゃ美味しい。これドラゴンボールの T シャツの方がいいんじゃん。でもなんかお守りとか、ねえ、もらえそう。いや、もらえそう。お守り、あとこれもつけちゃう。お守り、人からもらったやつとか大丈夫。ルイヴィトンのコスメつけちゃう。いや、なんやそのギャップ。あんなここに出世して顔出てるって感じ。いや、ガチやったけど。マジ。いやいやいや。あ、いいの、いいの。それはいいの。もう液体なってよ。特別ですよ。あら、特別ですよ。特別なの。モカちゃんだけ。仕方ないです、今日。あ、はい、何？家の鍵。いやいや、いや、これで、私からお題出します。はい、okay。 目玉焼きは醤油かソースか。ああ、お母ちゃんに合わせるんだよ。自分じゃないよ。お母ちゃんに合わせる。醤油が親指、小指がソース。はい、はい、行きます。はい。かけ方が特にない。せーの、おかちゃんでしょ。せーの、おかちゃん。せーの、おかちゃんであげる。せーの、行きますよ。せーの、おかちゃん。意味ないなのやっぱ醤油だよね。そこどうでもない。カオソースだから、多分自分と違うもの選ぶかな。カオソースじゃない。醤油だよ。どこで揉めてる。どこで揉めてる。いや、決まってない。脱落してなかったんで。決まってないから。次お題じゃある人いる？あ、はい、はい、はいはい。好きなタイプは可愛いか綺麗かどっち？あー、可愛いかも。親指可愛いにしたら綺麗でしょ。あ、オッケー。どうしよう。ちょっと質問してもいいのかな。あ、じゃあ、じゃあ、質問いいよ。質問いい。じゃあ、髪の毛だけで言ったら、はい、ロング派ですか、ショート派ですか。ああ、髪の毛で言ったら、じゃあ、ショート。ショート。あ、はい、わかった。わかった。はい、わかった。飲んでいくよ。はい、せーの、おかちゃん。私でも可愛いか綺麗でどっちかというと綺麗なんで、だから綺麗。どっち間違いよ、めっちゃ。可愛いか綺麗。で、一人脱落ね。ああ、もう。あと6人。じゃあ、奥ちゃんは、ミーパイのこと好き？嫌い？いや、もう、むずい。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 一回やってみる。考えちゃう。一回やってみよう。一回やってみよう。せーの、奥ちゃん。直接嫌いいい犬派か猫派か。あ、これむずいよ。でしょ？めちゃめちゃむずい。でしょ？だって赤猫はもう勘になってくるしな。確かにね。ちなみにどっちも触んのは怖い。でも見た目だと。はい、行くよ。並べよう。せーの、おいやー。
仕事。え、じゃあマウとマリーナ、いいいですか、いいなぁ、いいなぁ、じゃあこれ悔しいよ、最初に負けてるから悔しそうな顔してる、一番最初に負けてるから、じゃあいらないっすわ、え、いらない、よくされちゃった、あれバット、いや、いらない、使うんじゃない、今日この後予定あるんで帰ります、すいません、さらっとしてるの、ごちそうさした、ありがとうございました、ありがとうございました、花火だけ持って帰ります、花火持って帰るんや、いや全部と回収する、回収、これは残してくれるの、回収した、また連絡しますわ、お母ちゃんまたね、お邪魔しました、お邪魔しました、何やってんこの今、行ってきます、どこに、またただいまって言ってもらえる、何やっ何やったんこの今、お邪魔しました、お邪魔しました、バイバー、どうもー、じゃまたね、お邪魔しました、でかいねお前、どうも心配になるわ